こいつの戦闘 BGM 結構好きなんよな、俺。さあ、勝てますかね。これぞ偉大そうなそうそう。芸術、究極の破壊。まあ、あいつ、ここは世界を創造する。なんで、ペガサス、まあ、ゲットしてって感じですね。どうすかな。まずは何がしたい？まずは新速シャンソンして。刃砕きなんか効かなさそうなんだよな。あ、オッケー、それでかい。なら、バイキルとしといて。マジックバリアかな。極上感最下を味わうがよい。そう、これが強い。あ、でもそこまで効かないな。剣の舞だよー。いいですねー。チャージャックル効くかな。効かない。チャジタは効かない。オッケー。了解です。チャジタは効かないか。それ1段目にしてほしかったな。わあ、それあるんか。それあるんだったら、ちょっと話が変わってきて。キラキラポーンをしなきゃいけないっていうの。意外と強いな。OKOK。で、キラキラポーンを、あるしや。まあ、回復かな。強っ。祈りのゴスペルしとくか。で、まあ、全身全霊斬り。OK、2003。いやー、死ななくてもなんとかならない時が結構あるんだよ このゲームは 普通に逆転されるんだよ 恐ろしいことに。マジックバリアって、あと、まだ大丈夫そうやな。いや、でももう一回延長させとくか。まあ、心存チャンスやな。で、まあ、全身全霊斬り。まあ、バイキルトやっとくか。結構ならん。言うて安心できない。ああ、これで次の行ったな。そう、こっから加速する世界になって、神速メラガイア。そうなんだよな。行動回数増えるんだよな。まだもう一回できそうやな。ほんで、全身全霊斬りをもう一回やっといて、で、ここでティンクルバトンをアンルシアにすることによって、まあ、バイキルとヒューザーにしようか。で、まあ、勇者の光。聖なる光よ。オッケー、動き封じ込めた。これで、畳みかける。3600。3500。で、これクリティカルアーツしといて。100%になった。
で天下無双これよ。まあ一旦ティンクルバトンでいいかな。まあキラキラポンが永続されるならキラキラポンとか。いやこれはね戦乱のこれしとこう。オッケー5900強すぎー。4100でマジックバリアーキラキラポーン。まあこうやな。強すぎー。強すぎん、さすがに。そう、これで全ての悪い効果がかかりやすくなっちゃったから、とりあえずここで真相シャンソンして、で、まあ、天下無双して、ほんで、ここでまたキラキラポンをかけましてと。で、まあ、勇者の光をしますと。床切ったね。まあ、汚い効果になりやすいからね。OK、これで動きを封じ込めました。ほんで、動きを封じ込めたんで、まあ、剣の舞を。5700。5800。で、天下無双で。で、まだもう一ターン残ってるのかな。こうして。ま、これは、ま、敵のスティックに変えといて、ティンクルバトンで、待ってか。あ、こっちの方がいいな。ティンクルバトンじゃなくこれがいいわ。50 OKOKOK。 これ強くね。これもう簡単に倒せるだろう。言うてそんなことない。で、マジックバリアを延長させといて。OK! これでラストターンや。これでラストターンや。OK! これでラストターンなんだよ。これラストターンで、配信マイラップしといて。で、まあ、ここは天下無双でいいか。5500。ほんで、ここで必殺のティンクルバトンをアンルシアにすることによって、アンル、汚いまま、まあまあまあ。ほんで、ここで勇者の光よ。聖なる光よ。オッケー。オッケー。これ、勝てるぞ。簡単に勝てるぞ。1万マイコさんいらっしゃい、こんばんは。1万ダメージ。1万2000。お、強すぎるこれ。天下もそう。8800。
これ簡単やぞ。簡単イージーゲーミングできたわ。キラキラポンも途切れたけど、いいよそんなもん。1万中どっちの方がいい？全身全霊切りの方が入るんかな。いや天下無双でいこう。おい来たー、倒していく。完璧な作戦。完璧な作戦すぎるこれ。完璧な作戦すぎたわ、強すぎ。結構楽やったな。勇者の光っていうチート技が強すぎたわ。勇者の光マジ強え。この並びマジ強くねこれ。